パーソトレナーのゆです。まあね、お客さんからよく言われます。もう40代50代60代のお客さんから言われます。今からやっても筋肉つくんですかね。筋力ってまだ上がるんですかね？とか。まあいろ,いろやっぱ言われます。まあ、僕自身で言うと僕自身で言うと今53歳です。けれども5年前と比べて正直言うと今の方が筋力はまだ伸びてます。まあ、ちび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 ほんのちょっとなんですけど、5年前と比べたらちょっと重いの上がってます。 まあ、ただ僕はもう正直35年トレーニングしてますからその5年前っていうのもう30年やってる段階ですから正直なかなか上がらないようなレベルではあるわけですよだけどもそれでも続けてやっていてチビチビチビチ五5年前よりはね確実にねショルダープレスとかダンベルプレスとかそれがねもうちょっと上がるようになってるんですよだから もうちろん歴が浅い人、まだ今始めたばっかり人、そしてまだ4、5年の人であれば、まだまだね、筋肉がね、伸びると思います。50代でもね、全然まだ伸びると思います。まあ、これね、あの、本田圭系的な言い方をすると、のりしろしかあれへんみたいな、まあ、そんな感じですけど、まあ、これね、あの女性の場合、ちょっと男性には申し訳ないですけど、女性の場合、結構ね、 なんかすごく伸びる人の話を聞くんですよ。これね、あの女子の大会に出る人、まあ、僕のクライアントの中瀬洋子さんという人はビキニフィットネスに出てますが、まあ、そのあたりの話をいろいろ聞くとですね、45あるいは50歳から始めて、まだ2年とか3年しか経ってないのに、若い25歳、27歳の人を抑えて上位に入ってるというような50代の女性というのを結構聞くんですよね。 え、その年から始めてそんなに伸びるのみたいな感じで、永瀬さんから見るとびっくりっていう人、まあ結構一人じゃないですよ。もう何人も聞くんですね。ただ、男性でこの話をあまり聞かないというのも事実なんで、こうちょっと何とも言えないです。ああ、女性の生命力強いかなみたいなことは感じたりするんですけど、 ただまあそんな中でね、まあ逆にちょっと違う言葉として聞くのが、もりもりになりたくないからね、軽くね、ほどほどにやりたい、もマシンでいい、ダンベルとか別にやらないっていうような声もまあ聞くことはあります。一般的にね。だけどそれはね、二十歳の考え方だと思うんですね。ある研究の論文の中にはこんなことがまあ書いてあります。一般的に70歳までに20代と比較すると骨格筋面積というのが25%から30%減ると。 で、筋力というのは30%から40%、その20代から70歳までね、30%から40%減少すると、筋力が。そして、50歳以降は毎年1%から2%の筋肉が減少すると言われてます。いや、恐ろしいです。本当に怖い数字です。骨格筋が毎年1から2%減るというのは、 まあ骨格筋っていうのがまあ一般的にまあ体重とかね体格いろ色々違いますけれどもまあ骨格筋が3 5キロあるとするとそのうちの1%とは3 5 0ムで2%とはもっと増えちゃうわけで6 0 0ム近くになったりするわけですよまあこれは運動を何もしていなくて ごく普通に過ごしているとというところで、まあ、人の生活もいろいろありますけど、一般的な平均値としてというところではあるので、今現在トレーニングをしている人でもこのぐらい減っていくというわけではないですけど、何もトレーニングしていなければというところの平均値なんですね。でもこれで 300g、500g、毎年減っていくって恐ろしい話ですよ。実際筋トレをしていて、筋肉で 1kg 増えるというのはめちゃめちゃ大変なことです。体脂肪を 1kg 減らすというのは、まあ正直それほど難しいことではないんですけども、筋肉を 1kg 増やすというのは、 ももももうそれの10 100 20倍も100倍倍わかんないけどすっごい努力とエネルギーがいるわけですよ。で実際 1kg の筋肉が増えると見た目で完全に違います。 1, 1キロもし増えたとするとうわっったねっていういそういうい感じなんですね、まあ、この1キロ増えるっていうのも1年に1キロ増えるっていうのも、まあ、正直言うと本当になんか二十歳ぐらいしかなかなか起きえないことでこのぐらいとしてはそんなに急には増えることはないんですけどただだからこそほっとくと300-500減っていくからこそ一生懸命年間300-500増やすぐらいの努力をしていかなければいけないというのが ま実情だとは思いますね。でこの筋肉が減っていくというのは加齢とともに筋繊維の数自体も減少して筋繊維自体も萎縮するとは言われています。でその減少する筋繊維というのは主にタイプ2筋繊維というもので。 まあ筋肉にはタイプ1タイプ2あとはそのミックスされたものとあるんですけどタイプ2筋繊維というものが減りやすいとでこのタイプ2筋繊維というのはいわゆる側筋チキンという違いがあるというのは聞いたことあると思うんですけど側筋早く収縮する筋肉そして強い筋力を発揮する筋肉こちらのタイプの筋肉の方が減りやすいというふうにはまあ言われているわけですね。 なのでこのタイプ2筋繊維が減っていくのであればそれに有効な手段としては筋トレがやっぱり有効だということですねまあジョギングではどっちかと,いうとタイプ1の方を使うのでタイプ2を多く使うような筋トレをしっかりやっていくこれやっぱり重要なわけです、まあ、ただ80歳を超えてくるとタイプ1も減少するとは言われています さらにはその減る場所というのが上半半身身よりも下のの減少の方が著しいらしいいらですね、まあ、普通に考えると下半身の方が歩くから使っている上半身はそんなに使ってないというふうにまあ考えられるんですがでも下半身の減少の方が大きいらしいですね、まあ、だからこそやっぱりね筋トレをやっていく上でまあ皆さんが大胸筋が欲しい腕が欲しいとかいうねその辺の希望はあると思うんですが足の方をやっぱり一生懸命やっていく必要がもう小児時代を超えてくるとあるということですね つまりさっきのところから考えていくと足が太くなるということを心配する必要は僕はないと思います足を太くしなきゃと思うぐらいやっていかなければ年々筋肉が減っていく下半身の方が減りやすいだったら足を太くしようと思うぐらい一生懸命やらないと減ってっちゃうんですよ足が細くて細いジーパンが入るからかっこいいという問題ではなくて細いねやっぱりかっこいいとはちょっと言えないような足になってくるので、まあ、ここは増やすぐらいの努力をしたいというところです そしてこの筋肉の減少というのがですね体脂肪というのも影響してくるらしいんですね体脂肪が多いと筋肉の間に脂肪が入り込んでそしてその筋肉に体脂肪が付着するような形になっていると炎症の引き金になりやすいとその炎症が起きてくると骨格筋筋肉の移植の加速が増すというねその可能性が増えてくるらしいんですねだから長年太って運動してない状況であれば筋肉がよりね 体脂肪が少ない人よりも減りやすいという状況があるようなので、まあ、これもまあものすごいねギリギリまで落とすということではなくてあまり余分な体脂肪をつけないような生活をしながら筋トレをやっていくここがやっぱりね4050代以上になっていくと筋肉を維持するためにまあ重要になってくるということですそんなまあ筋肉とまあ脂肪のことがありましたがやはり栄養のところも筋肉が減る減らないには結構影響してきます まあ筋肉を作るためにはタンパク質を取りなさいとは当然言われますけどもちろんね筋肉の構成成分というのがほとんどがタンパク質なのでタンパク質を取らなければ原材料がないわけですけどもこのタンパク質を取ったらまあ分解して吸収されますけれどもこれ分解して吸収する能力というのはこの50歳60歳になっても20代とあまり変わらないらしいですただ 再合成といってその吸収したタンパク質を新しく作り直して筋肉にするという能力まあその再合成するというこの能力が年を取ってくることに落ちるということなんですよ。 だから同じだけ筋トレして同じタンパク質をとっても新しく作る能力というのがやっぱり低いというのが4 5 0代以降の年齢になってくるということですただねあの救いの情報もあるんですよ救いの情報もなんかここまで聞くとね落ち込みそうな気分になるかもしれないんですけどその食事の中でやっぱりねタンパク質をちゃんと取っている人タンパク質が足りない人まあいるわけじゃないですかでこれがですねタンパク質をきちんとねちゃんと取っているタンパク質の摂取量が多い人の方が3年後の筋肉量の低下率というのが低いと つまりタンパク質をちゃんと取ってる人の方が筋肉が落ちにくいということなんですね。 なので、食事は少なくとも3食食べたい。まあ僕は4回食べてますが、3食は食べたい。その3食毎食にタンパク質を入れてほしいということ。で、その3食毎食に 100g 程度の肉、魚は入れてほしいですね。まあそうすると、まあ1食の中に 25g から 30g ぐらいのタンパク質がありますので、それぐらいの量のタンパク質を毎食取っていくということですね。まあ僕はあの結構すごくハードにトレーニングしてますし、結構お腹も減りやすいので、ちょっと食べたいっていうのもある ですけど鶏肉もしくは魚というのが僕は大体一般的に男性でトレーニングを、ね、しっかりしてるんであれば肉魚を毎食100から 150g ぐらいは取ってほしいですし女性でも 80g の肉魚はもう朝からでも取ってほしいですね。でなければまあ足りないと思います。 まあそんな感じでとにかくね筋肉を減らさないことそのためにできることということをねやっていくというのがまあ50歳以上のもう筋トレのテーマになってくるわけですけど見た目にかっこいいどうことはまた別にね本当に減らさないというねもう危機感もあるわけですよただねこれねあの筋肉量だけでなく筋肉の質つまりあの身体機能動かし方とか動かす質ですねまあそこも結構重要になってくるということなので 50歳以上の筋トレの目的というのは本当に幅が広がってくると思うんですよただ単に見た目をかっこよくしたい筋肉を増やしたい僕これ増やすことは大変ということは今言いましたけども、まあ、筋肉を増やして形を良くしていくというのもありますけども、まあ、僕としてはねあの自分自身最高の筋力を作ってほしいということでその最高の筋力を維持してほしいということなんですねだからまあ最初言ったようにまだまだね僕は皆さんね筋力が伸びると思うんですよまあ、無茶しちれているね正しいフォームでちびちび伸ばしていくわけですけども そののの自分の最高の筋力を作り続けることまあその上でまあ使える筋肉を作っていくと、まあ、それがまあ僕が言うまあ座ってこういうチェストプレスではなくてダンベルでやっていくダンベルプレスだとか足でもまあマシンでやるこういうレッグプレスではなくて自分が立って行うスクワットだとかバックランチとかブルガリアンスクワットだとかまあそういったような。 足だけなく、お腹こっち背中、そのあたりも同時に使うような、やっぱり使える筋肉を養うような筋トレをやっていくというのがやっぱり重要になってきますし、で、さらにはその2本足で立ってやるんじゃなくて、片足でやるやブルガリアスクワットとかやっていくと、1本足の縦の軸ってのしっかり作りやすいんですね。まあそういったまあ軸を作っていくとか。 その軸を作るということはこのお腹腰を同時に鍛えていくことになりますので、まあ、そういったね動きの質も高めていくということがその筋肉が減ったから筋力が減ったから運動能力が落ちて歩けなくなるということだけじゃなくて動ける体も作っていくということが今から20年後30年後の自分には大切だということだと思うんですね。 まあその辺りを考えてやっぱり運動の種類というのも考えていかなければいけないですし、まあ、とにかくね、まあ、よく言うね今の目的は維持だと言いますけどもこれで維持っていうのは向上しなければ維持にならないわけですよだって筋肉は減っていくわけだからだから一生懸命一生懸命向上するつもりのトレーニングをしていって栄養の取り方をしていってそういうエクササイズの種類を選んでいってそれでようやく維持をしていくというようなところを目指したいということだから僕自身は 今のこの53歳でやってることをいかに維持できるかというね、そのために向上を続けていく。まあそんな気持ちではあるわけですね。だからね、皆さんもね、筋トレ、そして栄養の取り方、そのあたりをね、少しずつ少しずつレベル上げていくような、まあそんなような中身のトレーニングをしていただきたいと思いますので、まあそこら辺ね、互いに高めていけるように頑張っていきましょう。はい、チャンネル登録もよろしくお願いします。インスタグラムもやってます。フォローよろしくお願いします。パーサートレーナー、りりぃでした。